皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、最近僕がよく大会モードで使っている作戦っていうのをね、紹介していこうかなと思います。まあ作戦と言いますか、あるアイテムを駆使して戦うことが最近増えていて、まあそれがルカニーパウダーなんですけども、最近ですね、ちょっと大会モードでやっぱりね、守備力がお相手高くて、ダメージが通らないことが本当に増えてるんですよね。まあ、特にアイスゴーレムとかドラゴンのエンブレムが手に入りやすくなったんで、まあ、守備力が高いお相手がね、だいぶ多くなってきているという印象がありますね。まあ、なんで、そういったお相手に対してダメージを通すために、まあ、ルカニパウダーっていうところを活用する作戦をとっているんですが、今回はですね、その実践紹介という感じで動画の方をさせていただこうかなと思います。ということで、まず編成の方を紹介していこうかなと思います。戦士、盗賊、武闘家、この3色でやっております。まあ、盗賊と武闘家に関しては、まあ、先手を取って、会心とかを狙っていく、もしくは、ルカニパウダー、もしくは、状態上に入れていく、といった動きになりますね。戦士に関しましては、アタッカーですね。ルカニパウダーが入って守備力がね、2段階下がった状態でアックスドライバーを打っていく。もしくはルカニパウダーがうまく決まらなかった場合は、気合ためでダメージを2倍にしてから2倍状態で、アックスドライバーを打っていって、まあ、守備力の貫通を狙っていく。といった使い方が結構ね、最近多いのかなと思いますね。で、エンブレムに関しましては、ちょっと鬼コンボのところもともとずっとウルノーガンドルナーガでやってたんですけど、まあ、ウルノーガンドルナーガよりも、まあ、素早さはどっちにしろね、先手取れないことが増えてきたので、まあ、こんな感じなんですよね。どっちにしろエンブレムボーナスも入らないということを考えれば、まあ、鬼コンボの方がですね、HP も MP も力も身の守りも高いということで、最近はね、こっちに切り替えてやっていますね。まあ、素早さはね、37も落ちちゃうんで、先手はね、基本的に取れなくはなってくるんですが、まあ、先手その分ね、2人、まあ、素早さアップしてまして、他の2人のエンブレムが、こんな感じですね。まあ、現状最速のエンブレム構成といった感じにしております。ウルール、テラノライナー、リカントといった感じですね。まあ、この編成で2人、まあ、素早さ盛りにして、状態上とルカニを狙っていって、まあ、戦士にターンを繋いでいくという感じの作戦になるのかなと思います。はい、ということで、実践の方ね、やっていこうかなと思います。はい、ということで、最後に実践の方やっていこうかなと思うんですが、残りが10パーティーのところまでやってきています。で、アイテムが、ルカニパウダーが2つ。で、状態上アイテムもまあ、そこそこ集まっているかなといった感じですかね。いや今回ね、壺とか樽がだいぶ多いので、まあ、前回はね、状態上アイテムもルカニパウダーも集まらずに、まあ、ちょっと負けることとか、準備不足でね、戦えないといったことが多かったんですけど、今回のマップ本当にアイテムが集めやすいので、無課金からすると、まあ、結構ね、戦いやすくなったんじゃないかなと思いますね。よし、残り7パーティーですね。ちょっとここ戦っときましょうか。成長玉がね、だいぶ今回ちょっと少なめかな、316。まあ300か400ぐらいまで貯めれば、最終決戦には一応戦えるかなといった感じですかね。まあルカニパウダーさえしっかり決めれば、999お相手が溜まっていて、まあ割と守備力とかがっちりした編成でも戦っていくことはできますね。ダメージは結構貫通するのかなと思います。ルカニパウダーが、おっとありますね。よし、これで3つ目。よし、かけていきましょう。OK、不一成功。これ、プレイヤーですね。で、まず、夢見の花使っていこうかな。夢見の花入れていく。OK、二人入りましたね。で、呪文は一発許容していいんで、ルカニパウダー入れていきましょう。よし、で、二人下がる。で、アックスドライバー打っていきましょう。ルカニパウダーが決まったので、ダメージがね、まあ、右が500に対して左の二人が1000ぐらい入ってたんで、まあ、これぐらい火力が一気に上昇するんですよね。よし、いい感じですね。ルカニパウダーも3つと。まあまあ、今のお相手はね、おそらくルカニパウダー使わなくても勝ててた感じはあるんですけど、まあ、不意打ち決まったんでね、物理の威力がアップしてたところもあるんですけど、戦士のね、不意打ち効果で。一気に成長玉も700ぐらいまで来ましたね。いや、今回このルカニパウダーが、まあ、前回大会よりもだいぶ使いやすくなった印象ありますね。本当にアイスゴレムとかね、ドラゴンが増えたんで、まあ、昨日ちょっとコメントとかでもいただいてたんですけど、ダメージが、まあ、通りませんということが、まあ、だいぶ多いですみたいなコメントがあったんですが、ルカニパウダー活用するのが一番戦いやすいかな。
まあ、あとは呪文とか会心狙いといったところもあるんですけど、呪文はねやっぱ武器持ってないと戦えないんで、まあ、これであればエンブレムはね誰でも手に入れることができるんで、素早く最速にして、でまあ全体アタッカーの物理で、まあ、守備力貫通して一気に倒していくという感じができるので、うん、まあ、僕はね呪文の武器持ってないんですよ。なんでまあ使いたくても使えないんで、こんな感じで戦ってるんですが、まあ、ルカニパウダー活用すれば、まあ、戦えるよという感じですかね。おそらくこのお相手だいぶ強いそうな感じがする。 OK、 不意打ちさえ取られなければこっち素早さ2人持っているんで先手取れますね。眠り入れていく。 OK、 全員入っていくと、じゃあルカニパウダー入れていきましょうか。一人だけか。じゃあ次は気合ため入れておきましょう。ちょっとね奇跡の果実がないのであれなんですけど、ルカニパウダーもう一回入れていきます。 OK、 真ん中以外は入っていくと、じゃあ必殺技を打っていきましょう。ちょっと今回正気があるんでだいぶ不安なんですけど、まあ、真ん中が80に対して両サイドが今400ぐらい入ってましたね。まあ、こんな感じで、まあ、守備力高い相手も貫通していって戦っていくという感じになります。残り2パーティーですね。いやーちょっと正気がだいぶ厳しいか。まあ、HP がだいぶ厳しいんですけど、 OK、 世界樹の雫持ってたんでこれで回復しておく。ルカニパウダー1個か。ちょっと不安ですね。状態上アイテムと、うん、世界樹の雫も取っておきたいんですが、ちょっとお相手が近くにいるので、これ落とし穴怖いですね。こっちはね素早さ2人上げているんで、落とし穴さえにはまらなければ、おそらく二人は先手取れるはずですね。お相手が素早さ持ってない限りは。なんでこっちは確実に落とし穴落ちないように立ち回っていきます。もう少し狭くなるまで、こっち行きますね。よし、オッケー。オッケー、不意打ち成功。よし、で、ここは、夢見の花入れていきましょう。オッケー、入りましたね。で、ルカニパウダーちょっと一個しかないんで、入ってくれ。あー入んないか。まあ、こういう時はアックスドライバーでは一応使えるんですけど、気合痛めからの必殺技で貫通狙っていくと。で防御の防御しておきましょう。で必殺技打っていきます。まあ、ここルカニパウダー決まってるといいんですが、あーでも今回は倒せましたね。まあ、ちょっと成長玉もねさっきの決戦でだいぶ集まっていたんで、その分貫通できたといった感じですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、ルカニパウダーを使うと、まあ、守備力カチカチのお相手に対してもダメージが通っていくよという感じで動画を撮らせていただきました。まあ、参考になったという方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。